東京電力は福島第一原発の燃料デブリ取り出しに使うカメラの復旧作業を急いでいますが、今日先月14日の予行演習の映像を公開しました。この時は取り出し装置の先端でデブリをつかむ様子が映っていましたが、本番を迎えた17日にカメラが映らなくなったものです。原子炉格納容器内の非常に高い放射線の影響で不具合が起きたとみられ、東京電力は装置を回収し、今日電源を入れ直すなどしましたが、映像は映りませんでした。今後カメラの交換も検討していて、取り出し再開の見通しは立っていません。